緊急告知です。カメラをプレゼントするっていう、企画を立ち上げました。まだ進行中なんですけど、ちょっと繁忙期でね、バタバタしてるんで、繁忙期のごたごたがね、終わりましたら、ちゃんと動くカメラ、デジタルじゃないですよ、フィルムですよ、を1台、プレゼントするということにしようと思ってます。まだね、何を、プレゼントするかちょっとはっきりしてないんですけど、第1弾はね、ちょっと豪華に一眼レフカメラ、行こうと思ってます。それで、システムとしては、ツイッターをね、新しく立ち上げました。中年オタッキーで検索したら出てくると思います。まだほとんどフォロワーがいない状態なんですけど、私のチャンネル登録してもらって、でさらにあなたの、ツイッターアカウントで私の、中年オタッキーのツイッターアカウントをフォローしていただく。で、DM にですね、カメラプレゼントを応募しますっていう形で、ツイッターの方に送っていただけましたら、それを受理して、応募された方の中から1人、プレゼントするっていうシステムにしようと思ってます。まだそれ、ちょっと固まってないんですけどね。とりあえず、どれをプレゼントするかっていうのは今考え中です。そんなわけで今日の動画スタートします。はい、それでは本編スタートですね。中年オタッキーです。今日はね、キャノン FTV の紹介をする予定でしたが、ちょっと気が変わりましたので、今日は、こいつの紹介です。これな、知ってる人、いるんだろうか。結構知らない人が多いと思うんですけど、これ、フィルムローダーっていうんですね。何をするものかって言ったらね、富士フィルムさんが白黒のフィルムをやめちゃうっていうことでね、フィルム、白黒フィルムをね、その輸入品を使うしか道がなくなっていくわけなんですけども、輸入フィルムって高いんですね。昔は安かったんですけど、例えば、代表的な例としましては、コダックのトライ X っていう、フィルムが、ものすごくね、白黒では有名な、いいフィルムなんですけども、それがね、昔はね、3本で980円とかでね、売ってたんですけど、もう今1本で900円ぐらいするんですね。ものすごく高くなっちゃって。で、そんだけ売れないんでしょうけど、で、富士山もやめてしまうってことになったら、その高いフィルムを買うしかないということになってくるわけなんですね。他にもイルフォードとか、ケントメア、ホマパンとかもあるんですけど、いずれもね、いわゆるこのパトローネに入ったね、36枚撮りとかもそういうのはすごく高いんですよ。で、安くやっぱ上げたいじゃないですか。でね、私高校生の時に写真部に入ってまして、たまたまね、このフィルムローダーでね、フィルムを巻いた経験があったんですね。まずやり方としてはどうするかって言ったらね、まずカメラの北村さんとかね、そのフィルムを現像してるミニラボさんのお店に行ってね、これをもらってくるんですね。でもこれもちょっと引っ込んじゃってますけど、これができるだけね、たくさんフィルムが出たやつを、大体ね、1センチぐらいしか出てないんです。機械で切っちゃうんで。で、をもらってくる。でね、ここを開けまして、で、よいしょ。フィルムをセットするんですね。で、ここから、今からですけど、ここからフィルムが出てきてるので、テープでね、貼り合わせちゃうんですね。表も裏もね、両方合わせた方がいいです。切れちゃうと、巻き上げできなくなるんで、ほんで、蓋を閉めて、ロックをかける。で、これで、このダイヤルをスタート位置に、もう合わせちゃってるんですよ。合わせて、これをくるくるくると。そしたらね、これがカチッ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 って動いてきますから、何枚撮りにしたいかっていうのを、この目安がここに書いてありますんで、その好きな枚数に合わせて、50枚撮りぐらいにも多分できるんで入るかな。で、終わったら、このロックを外して、蓋を開けて、で、ここでハサミでチョキンとフィルムを切りまして、これを取り出すというものになります。で、値段なんですけど、
まあ、例えば僕はイルフォードさんか、イルフォードさんのフィルムがヨドバシカメラとか、アマゾンでだいたいね100フィート巻き、これに入る100フィート巻きが1万5000円ぐらいで売ってます。で、100フィート巻きでね、どのぐらいね36枚撮りフィルムを作れるかっていうと、だいたいね18本19本です。20本まで届かないかなっていうぐらいです。で、1本あたりにするとまあ800円ぐらいになる。大して安くないじゃんでは今思った人たちは多いと思うんですけど、そこでこいつの登場です。これ B&H って見えるかな。まあこいつをね、APP ストアとかで入手します。で、これねアメリカのサイトなんですけども、アメリカのニューヨークにあるお店のサイトです。前言ったらヨドバシカメラ .com みたいなのアメリカ版です。で、ここにその、まあ、全部英語なんですけど、住所とか名前、電話番号、それとメールアドレスかでユーザー登録しまして、で、フィルムを買うことになりますね。で、まあフィルムはね、その100フィート巻きで種類とかもだいたいね、中学校で出てた英語力のレベルだったら読めるぐらいの英語で書いてあります。で、値段なんですけど、まあ僕は今回ね、ケントメアっていうね、イギリスのフィルム、ちょっとね、調子が好調で、僕の好みに合った写真が撮れそうなんで、ケントメアを注文したんですけど、これ日本で買ったらね、ケントメアの100がやっぱりね、1本1万5000円前後してるんですけど、この B&H フォトで購入すると、49ドル95セントだったかな。で、送料が12ドルちょい。62ドルちょいぐらいで買えるんですね。で、現状はね、エンドル相場は111円から113円ぐらい売ろう。まあ、ちょっと計算しやすいように110円ということにすると、6820円。これ、6820円ということになります。で、日本で買うと1万5000円ですよ。ね、6820円で、ちゃんと送料込み。まあ、船便ですから2週間ぐらいかかるんでしょうけど。で、送られてくるわけなんですね。で、英語力の乏しい人に、ここで注意。購入するときに、まあ、送料がね、ゼロに なるときあるんですね。送料がゼロって嬉しいじゃんって思うじゃないですか。でも、なぜかタックスってついてくるんですよ。ん?と思って。で、タックスのパーセンテージが明らかにね、日本の消費税より低いんですね。これは、と思う。結局これはね、お店に取りに来る人用の、入力になりますんで、タックスが発生して、送料がゼロ、シッピングっていうのがゼロになる場合、それは入力間違ってます。タックスがゼロで、シッピング、つまり送料が、12ドルいくらとか、発生するやつになって初めて、アセプトを押してください。注文するということで。間違うといつまで経っても届きません。ニューヨークまで取り行くまあそんなわけで今日はね、長巻きフィルムのフィルムローダーと B&H フォト、これねすごいですね。スマホアプリでね個人輸入ができちゃうんですよ。すごい時代になりました。またね、B&H から送られてきた長巻きフィルムがどんなだったかはそのうち動画で、お知らせすることになっていくと思います。ちょっとねフィルムのねその時代がどんどん終わりに近づいているような、まあ、嫌な時代になってきたんですけどね。僕はその本当にねその写真のマーケットっていうのはデジタルカメラが普及すれば普及するほど縮んでいくと思ってるんですよ。なんでかって言ったらもうまずねそのカメラの北村さんとかの一部店舗を除いて新品のカメラを置かなくなりましたよね。家電量販店でカメラを買う時代になった。でなんで家電量販店で買う時代になったかって言ったら、家電量販店っていうのは写真のねアイテムをほとんど置いてません。でもカメラが売れたら利益が出るんでカメラを売るわけなんですけど、で写真のアイテムがいらなくなった、売れなくなったんですね。だからフォトアルバムもいらないし、結局みんなプリントしないんで、でそうなるとカメラだけはまあカメラメーカーが利益出てますけど、周辺のものアルバム、印画紙ね、フィルムもそうですけどが売れなくなっていく。どんどんね写真のマーケットが縮んでいって、最終的にはね街の写真屋さんとか全部消えてしまうことになると思うんですね。だから
まあ僕は写真愛好家としてね、ちょっとそれは耐えれない。だからちょっとでもね、フィルムカメラを普及させて写真屋さんに生き残ってもらうって考えてる次第です。カメラプレゼントの企画を立ち上げたのもね、もう微塵でもいいからね、その力になればと思って考えました。せっかくね、あの安くね、ジャンク品とかを修理して動くようにしてるんで、この特殊な能力を活かせればと思ってる次第です。もし賛同できたらこの動画にいいねを押してください。まあそんな感じです。まあ先ほども申し上げましたように、そのチャンネル登録していただくと得なことがあるかもしれませんので、今後よろしくお願いいたします。次の動画はね、予定通り多分キャノン FTV の紹介になっていくと思います。結構いいカメラですよ FTV。まあそんなわけで今日は終わりにしたいと思います。また次の機会をお楽しみに。それでは。